もこんにちは、みめです。スポーツがあまり好きじゃない、そして喧嘩が大嫌いなので、今日は空手の黒帯をゲットしたいと思います。よし、 OK、 空手マスターになりました。トライアングルして、太もも、はい、はい、そのまま、クローズアイ、目を閉じます。奥さん、レイ、よろしくお願いします。よし、I'm 23、空手は20年やっています。マイファーザーが空手のティーチャー。これで絶対黒帯もらえないですね。そうですね、割れたらもう、もらえましたけど、でも突きや蹴りはとっても上手でしたので、では今回は黒帯を、まあ、進展したいと思います。その時は英語で教えますか？そうですね、英語しか喋れない方がやっぱ多いので、その場合はあんまり流暢ではないんですけど、英語で喋ることが多いですね。やっぱ空手はですね、本当に礼儀やその体操にもいいですし、体にとてもいいですね。まあそのまた日本の心っていう面ではとても、まあ、海外の方にはすごい素晴らしいものではないかと思いますので、ぜひ本当にみめさんのようにまた遊びに来ていただければと思います。どうもありがとうございました。おっす、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いつも空手やりたかったけど、お父さんがダメって言われたのでやってなかった。もう今大人としてやるチャンスがあってよかったです。